こんにちは、ミルチョコです。今回はシャネルの購入品紹介になります。では紹介していきます。今回は秋冬系と、あとココネージュ、楽しみにしてたココネージュが一つあります。まずね、秋冬から見ていきます。じゃーん、こちらになります。ニット帽になります。ふわふわ系のね、ニット帽になります。なんかもう少し硬いしっかりとした生地のニット帽もあったんですけど、なんかこんな感じのね、柔らかい素材のニット帽に、なんかちょっとこの白い部分があって、これを出してもいいし、まあ黒、隠して黒でもいいみたいな感じになります。かわいい。では次はこちらのスニーカーになります。じゃーん、なんかこちらスウェードとこのなんかベルベットっぽい素材と悩んでたんですけど、ベルベットの素材にしました。プーちゃん、ちょっと待ってて。ちょっとね、今プーちゃんハウスさせてるんですけど、出してほしいんでめっちゃ泣いてます。終わったらね、撮影終わったらすぐ出すからね。で、こんな感じでここにね、CC マークが入っています。で、後ろにもね、CC マークが入っています。ちょっと気持ち厚底なのかな、こんな感じのブラックです。かわいい。なんか何にでも合うのでかわいいかなと思って、あとね、このベルベット素材に今季めっちゃハマってて、他にもね、ベルベット素材をちょっとシャネルではないんですけど買ったので、次回か次の次かで紹介したいと思います。で、最後はこちらのお洋服です。ココネージュのお洋服になります。だからなんかお洋服めちゃめちゃ久々で、こんな保存袋になってたのなってたんですねって感じです。よいしょ。なんかアウターとかも欲しいんですけど、もうめちゃめちゃ高いですよね。めちゃめちゃ高いかな、本当は欲しいんだけど、まあ、今回は我慢しました。もう100超えは普通って感じなんで、欲しかったやつも130万ぐらいしてて、キラキラのボタンにシンプルでファーとかもついてて、めちゃめちゃ可愛いんですけど、今回はこちらのニットです。かわいいでしょ、これふわふわのね、もう冬、ザ・冬って感じのニットを購入しました。かわいい。ちょっとね、白なんでね、悩んだところもあったんですけど、実物見たらめちゃめちゃ可愛かったんで購入しました。これはね、ピンクと、あとくすんだピンクとこの白と3色展開で、タートルとこのクルーネックと展開がありました。かわいい、かわいい。早く着たいと思います。なかなかね、今年はね、暖冬でね、こんなニットをね、着れない、まだまだ着れないんですけど、早くね、着たいと思います。早く着れるといいなって感じです。はい、あとデニムをね、購入しました。こちらのシャネルの CC マークがついたデニムになります。このね、お尻のところにスパンコールがついています。かわいい。濃い色と薄い色で、濃い色が欲しかったんですけど、まあ、薄い色でもね、可愛いので、でこちらココネージュの時にまた新たに入ってきたっぽかったんですけど、少しお値段が上がったのかなという感じで、その1個前のコレクションで購入できました。これね、結構人気だったみたいで、争奪戦だったみたいです。可愛いです。
デニムはねよく履くんで、まあ、これちょっとね車の時とかは座る時に気をつけないとお互いねちょっと傷がつく可能性があるので気をつけて履きたいと思います。はい、今回はシャネルの購入品紹介になります。またね購入品紹介もしたいと思うのでぜひ見てください。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは